皆さんこんにちは。静岡県健康福祉部の後藤です。本日4月1日の県内新規感染者数は1207人ということで、直前の1週間と比べまして、この1週間は 1.23 倍の6677人となっています。これを第6波全体で見てみますと、2月10日のピークから3月25日に一番少なくなったんですけども、そこからまた上がってきていることがわかると思います。今、県内の感染者数を増やす要因として、オミクロン株の2代目 BA2 へ 34% ぐらい置き換わってきています。3回接種者は、高齢者は8割が済みましたが、全体ではまだ4割という状況です。また、飲食の場などでマスクなしで会話をする方が少し増えてきているということも分かっています。ですので、これ以上感染再拡大をしないように食い止めるためにですね、会話時はすごくマスクをしっかりつけていただくことと、長いお話の時には距離と換気をしっかりしていただくことと、ご自宅に高齢者や基礎疾患のある方がいらっしゃる場合は、やはりマスクをお願いしたい。そして、歓迎会のシーズンになりますが、少人数短時間で認証店で開催していただき、もし症状が出た場合にはすぐに休んで受診、3回目ワクチン接種のご検討をお願いし、接種後も緩めず対策をお願いします。